最近ボスが元気ないにゃ。そう見えますか。見えるの。あちらがプレゼントを用意したにゃ。用意するのに1ヶ月もかかったの。いるのも大変なの。中は生徒会室まで来てくれないか。実はここ最近女子寮の新入生の顔色がすぐれ、胸が小さく顔の造形のいい子ばかりが悩んでいるようでした。うちの一人に詳しく聞いてみたところ、リニアとプルセナに、その、その際に手に入れた下着を一つのカバンに入れていたということですが、失礼ですが、このカバンはリニアとプルセナより今朝が大事でやらせていたことですか。いいえ、違います。シルフィーと結婚したばかりでどうしてそんな不満が出ましょう。てっきり僕が満足させてあげられてないのかと。あ、シルフィー、王女様に話しているんですか。違う、そんなことは、ごめんにゃ。悪気はなかったの、勘弁してほしいの。あ、喜ぶからって。あ、にゃん、第一年ジロジロ見てんじゃねえよ。なる、どっちが上か分からせてやるの。言っておきますが、あの子は僕の妹。すごく可愛らしい子なの。俺の知らないところでちょっかい。